はい、こんにちは、116インズです。今回はマリナーズの期待のトッププロスペクトであるエヴァン・ホワイトの話をしていきたいなと思っています。昨年のオフ、デビュー前ながら6年契約を結んだホワイト、今年開幕戦で MLB デビューを果たしまして、もともと打撃がそこまで売りの選手ではないので、初のメジャーで多少苦しむことは予想してはいたものの、ちょっと予想以上に苦しんでいると言いますか、ここまで打率も1割をわずかに超える成績ですし、また三振数が非常に多いですね。今のところ27三振していまして、これは MLB で現在ワーストの数字となっているんですね。なので現状のホワイトとしては、ちょっと MLB の洗礼を受けてしまっているなという印象ですね。で、ここまでホワイトが苦しんでいる要因としては、とにかくバットに当たらないことが、一番の要因なのかなと思っています。こちらベースボールサバントから取ってきたデータなんですけれども、空振り率が 41.7% もあるんですね。MLB の平均は 24.4% ということで、いかに現状ホワイトの空振り率が高くなっているかというところが、ここからもわかるかなと思います。そして深刻なのがストライクゾーンのコンタクト率ですね。こちら現在 68% 程度ということで、 MLB の平均を大きく下回っているような状態ですね。ストライクゾーンで勝負してもらってはいるものの、ホワイト自身バットに当てることができていないというところがここからも伺えるのかなと思いますね。実際打席なんか見ていても、結構甘い球が来ているのにホワイトが捉えられなかったりとか、そういった場面も結構見られましたし、特に一番ひどいなと思ったのは、先日のエンゼルス戦でディラン・バンディと対戦した際に、真ん中高めの速球、90マイルぐらいとかなり内頃のボールが来ていたんですけれども、これを全て空振りして三振と。ホワイト自身が一番フラストレーションが溜まっているとは思うんですけれども、今のところちょっと MLB のボールに対応するのに苦しんでいるなという印象ですね。また打てない期間もだんだん長くなってきていますので、ホワイトも長いトンネルからの出口が見えず、いつもの彼だったら打てるようなボールでもちょっと打てなくなってしまっているのかなと思いますね。もちろんホワイトは昨年 AA で1年間プレイして、そこからメジャーに一気にジャンプしてきてますので、適応する過程というのはどうしても必要だとは思うんですけれども、最近のホワイトのバッティングを見ていますと、適応の過程の中で彼のバッティングというものを見失ってしまうのではないかとちょっと心配してしまいます。ただポジティブな要素も挙げますと、バットに当たった時はそれなりに強打ができているんですね。エグジットベロシティ、平均打球速度は MLB の平均程度と、決して速い方ではないんですけれども、ハードヒットの割合が 50% 超えと、今のところまずまずの結果を残しているんですね。1割程度の打率で、しかもあれだけ三振が多いとなると、結果を求めてバットに当てに行くということもあってもおかしくはないのかなと思うんですけれども、今のところホワイトはそういったことはせずに自分のスイングをしようと心がけているのは非常にいい傾向なのかなと思いますね。現状ゴロの割合が 55% と、打球が上がっていないこともあって、結果には直接結びついてはいないんですけれども、徐々に打球が上がり始めれば結果にもつながってくるのかなと思いますね。また打撃面で苦しんではいるものの、守備に関してはここまで期待通りの活躍を見せてくれていますね。もともとマイナーにいた時から守備に関してはゴールドグラブ級と評価を受けていたホワイトですが、実際彼のプレーを見ていますと、難しいプレーも簡単に決めてくれますし、数値面においても DRS や UZR などで今のところプラスを叩き出していますので、打撃では苦しみながらも守備ではきっちり切り替えてプレーできているのは良いのかなと思いますね。ライナーへの反応の良さにはいつも驚かされますし、また予想以上にスピードが速くてですね、守備範囲もかなり広いというのは非常に頼もしいですね。昨年マリナーズのファーストといえばエンカーナシオンやブルース、それからボーゲルバックが守っていた時間がかなり長かったんですが、あのあたりのファースト守備からこのホワイトのファースト守備にグレードアップしただけで、マリナーズの内野陣の守備力というのは非常に上がったんじゃないのかなと思いますね。なので打撃では貢献できていなくても、こういった守備で貢献できているのはチームとしても非常に助かっていますし、またホワイトにとっても救いになっているんじゃないのかなと思いますね。ただいくら守備で貢献できているとはいえ、現状の打撃がこれ以上続くとなると、チームとしても一旦彼をマイナーに落とすかどうか選択を迫られるのかなと思いますね。マリナーズは過去にプロスペクトを早期昇格させて痛い目を見ているんですけれども、最近ですと2012年ドラフト全体3位のマイク・ズニーノを翌2013年に急ぐような形で昇格させて MLB への適応に苦しんだ結果、ズニーノ自身が打撃を見失ってしまうということがありました。マリナーズはこれから勝負期を迎えるにあたって、これ以上トッププロスペクトの育成に失敗するということは許されないですし、ホワイトに関してもズニーノのようなことが起きる前に彼の打撃を修正しなければいけません。ホワイトの現状のバッティングを見ていますと、一旦落とすという判断も妥当なのかなと思うんですが、
ただ今年はマイナーリーグが中止となった結果、MLB 以外の試合は紅白戦しか行われない中で、果たしてホワイトの打撃をどれほど修正できるのか、実戦以外でどれほど修正する余地があるのかというところが非常に悩ましいところですね。ホワイト自身が現状の打撃不振を成長に必要なステップ、成長痛のようなものと捉えて自分の打撃を見失うことがなければ良いんですけれども、それが難しいようだと、落とすという判断になるんですかね。このあたりチームの今後の判断というのは注目して見ていきたいところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。